おはようございます。茂木耕作美空研究所朝礼、今日は令和5年1月9日朝9時でございます。砂塚森忠さん、おはようございます。森本茜さん、善くん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。写真投稿ありがとうございました。めちゃくちゃ燃えました。大好きです あれは貴重じゃないですか。いや、すごく何でしょうね、よく分かる必要ってないんだなと思いましたね。ああいうのを見るだけで燃えってなるっていう、まずそこを感じるだけでね、めちゃくちゃ大事だと思うんですよね。伝わるわけないよなっていうものを、だけど触れないよりはゼロじゃないじゃないですか。その感じでまず出しちゃうっていうのが大事だなっていうのを思ったりしましたね。で、これなんすか、こうなってるのどうしたんですかみたいなのを、まず相手に突っ込ませてから話を始めるっていう方が、結果伝わるっていう、なんか伝えることがもし目的であればね、と思ったりしましたね。あ、中島明さん、友人さん、おはようございます。そして佐藤直君もおはようございます。昨日は非常に非常にいい1時間でしたね。後ほどがっつり話しましょう。なんか動画もね、サロン内にシェアしておきましたんで、後でごゆっくりご覧ください。1時間相当ノー編集ですけど、そのまんまです。そのまんまアーカイブをシェアしてありますんで、ゆっくり見てほしいんですけど、思った以上に、そうですね、ただ事実を振り返っただけなんですけどね、素晴らしい中身だったなぁと思いました。我ながらね、多分俺と直君っていう関係性の深さもあったと思うんですけどね。でもいい動画になってると思いますね。すごくスムーズで間がなかったですし、あれ音声でだけ抜いて公開したら意外といいかもしれないですね。一部公開とかやったら どうなんでしょうね。なかなかの中身だと思いましたね。周平さんがさ、さっきね、投稿してくれたじゃないですか、現場の写真、こんなことやってんだよと。で、写真だけパッと見されても、何やってるのかはわからない。確かにそうなんですよ。で、例えば、清水さんみたいに現場が近くて、あ、これってあれじゃんってわかる人がいて、そういう人もいるけど、大半の人にはちょっとマニアックすぎる現場だから、どれぐらい受け取れる人がいるでしょうかっていう感じかもしれないですね。で、それは本人も分かっているんだけど、でもゼロじゃないことはすっげえ大きくて、こんな現場でお仕事してんだなっていう。俺、ユージンさんがさ、伝える、人にものを伝えるっていうことを、ちょっとテーマにしてるっていうことを、以前ね、なんかちょっとおっしゃってたと思うんですけど、それ僕もそうなんですよね。で、多分ユージンさんと僕の共通点であり、多分周平さんもそうだし、サロン内メンバー少なからず多分何かしらあるんですよ。善くんもさ、伝えたいと思って喋ってる。でも2割しか伝わらないみたいなことを気にしてるってことは、自分の中にあるものの100あるとしたら、できるだけ100分かってほしいっていう欲求っていうのが、純粋にこう、あ、俺だけじゃないんだっていうね なんていうか、みんなあるよねと。
俺はまあみんなあるよねと思ってたんだけど、なかなかそのあるっていうことをお互い共感し合える仲間にもっとたくさん会えると思ってたんですけど、なかなか意外とそのそこで共通できるってことが少なくて、で友人さんがだから例えば伝えるってことに対してテーマを持ってるとか、それがきっかけで発信の学校を見てるっていうね。まあだから明さんとかもそうじゃないですか。そのまあ自分が早くなるということ以上に、まあ子供たちとかで自分の可能性に対して、まあ諦めるまで行く人もいれば、まあそうなる前にそもそも気づいてないとか、そういう世界を知らないとかっていう子に少しでも気づいてもらえる機会を作りたいっていうのが欲求だっていう、欲求っていうのか、まあそういう世界になった方がいいよね、そこに少しでも僕は貢献できるんじゃないかっていうことだと思うんですよね。でなんかその時に最初の伝える入り口の一歩目をですね、まあ100あるうちの20をいかに伝えられるかって言ったら、よっぽどいいプレゼンをすれば20いけるかなっていう感じだと思うんですよ、僕の感覚だと。例えばもうなんかすごく作り込んで綺麗なスライド作って、ロジックも完璧、抑揚からアイコンタクトから双方向コミュニケーションを取りつつ、演出もかかった舞台で、例えば僕の場合だとお仕事の場合学会発表がそれに当たるわけですけど、まあ100ある自分が伝えたい研究発表の価値を100だとするじゃないですか。それに対してスライド作ってセリフ作って、でまあ聞いてくれる学会の研究仲間の人たちっていうのは、まあ、普段からコンタクトもあるし交流もあるし、ある程度その知識も深いから分かってくれるはずっていう前提も整っていて、まあ、すごい環境条件としてはいいはずなんです。でそこで一生懸命その熱を込めてこうだよって言ってまあ10分かそこら話すわけです。それでやっと2割だなっていうのが僕の体感値です。2割分かってくれたかな、1割でも伝わったらいい方かなっていう。んでまあその後2割分かっていただいたら、ちょっとあれすごく面白かったんでもうちょっと聞かせてもらえませんかっていう話をしてくる人がいて、その人とまあ、空き時間とかに30分とか話し込んで、ああそういうことだったんですねってなって、3割4割5割ってちょっとずつ近づいていくっていうか。でまあ例えば先日ちょっとお話ししましたけど、三重大の漫談厚吉先生っていう、まあ、海洋学者の、まあ、盟友っていうかもう10年来ぐらいの、まあお年としては先輩なんだけど、もう本当僕としてはね親友なんですけど、まあ、ずっと議論ディスカッション延々やっている中で100には通って届かないんですよ。何度やっても5割を超えているっていうことがとてつもなく伝わってるなって思う感じです。今朝山寺宏一さんの読書テレビで見てたんですけど、声が一番生々しくて一番リアルだからこそ大切にしたいと思っていると語ってました。はあなるほど、あ確かに山寺さんに言われるとリアリティあるなそうだよね、あの人の声はすごいよね、いやあんな声まああれは本当にスーパーなボイスですけど、そうでもなんだろうな、ただ上手に出そうとかこういう声優としてプロだから、上手に作り上げてそのキャラクターに合わせて演じるとか、
まあ、当然必要なスキルなんでしょうけど、でも本当にそうなんだろうね。一番生々しくて一番リアルだから大切にしたいっていうのは、多分すごく一音一音をなんかすごい勢いがあるセリフとかであってもめちゃくちゃ丁寧に作ってんだろうなっていうことだろうと僕は思ってますね。その声優さんとか、まあ、山寺さんに限らず声優さんとかってもうなんて言うんだろうな、あの領域ってなんだろうな、アニメとか見てると気にならないんですよね。なんていうのかな、自然に聞こえちゃうんですけど、例えばなんか収録のブースとかでさ、僕NHK のテレビに出演した時になんかナレーターさんが DJ の方がこう DJ ナイクさんっていう方がまあ、出来上がった番組に対してナレーションを入れるっていう収録に立ち会ったことがあるんですけど、なんていうかマイクを通していない声がもう異次元にすごいって思ってなんか本当にノー編集で演出一切なしでこんな声が人から出るのかっていうぐらいとんでもない声が出るんですよ。で、音量が大きいとかじゃなくいいし、あれはなんと表現するんでしょうかね。よっぽどその圧のかかった強い声とかじゃなくて普通の喋る声だし、普通にナレーションを入れてるだけの語りの声なんですけど、一言聞いたらうわ全然違うな、もうなんか人の声として全然レベルが違うっていうのをびっくりした覚えがありますね。でもあれをなんか不思議なもんで、映像にナレーションだからさ、あんまり前にこうガンガン出てしまったら邪魔なんですよねあと少し、まあ、ちょっと待てよ、あと少し前にモテサクさんが落語の話をしてたことがありましたが、山寺さんの原点が落語だったというのが何か淵に落ちた感じがしました。なるほど、へえ、あ、それは知らなかったな。そうだね、落語か、なるほどな。そう、落語でいくと僕はの立川志の輔師匠とかの声が、落語家さんの声で声がすごいっていう感じするのはね、なんかその辺かな。でもまあ落語家さんも声で売ってるわけですよね。いでたちとかビジュアルとかで勝負できないっていうか、で身振り手振りもまあ技術あるんでしょうけど、やっぱり一番でかいのは声でしょうからね。で抑揚っていうのは音程のピッチ以上に多分細かい世界なんでしょうね。滑舌とかそういうレベルの話ではなくて、なるほどね。なんかその決まりきったセリフ、音楽でいくとクラシック、曲と音符とどう弾くっていうのは完全に決まりきったところで、さらにそれを良いものにするっていうところをひたすら高めるみたいな領域ですよね。そういう領域でこう声だけ、あとはもう高める部分って言ったらもう声の良し悪し、それだけで感動できるかどうかみたいなところにひたすらなんか突き詰めるっていうか、そういうことやってんでしょうね。なるほどな、それを初めて知りました。そう、でもそれこそプレゼンテーションもなんていうんですかね、別に声を出す専門ではないけど、まあ、自分がやってる研究領域で自分が出した研究成果で
この成果の価値を自分が誰よりも信じてるっていう状態で、なんとかしてこの100を誰かに分かってほしいと思っているんだけど、まあ10分のプレゼンテーションで1割か2割か分かってもらえれば御の字なんですよね。本当に練習して練習していいプレゼンできたなー、手応えあったなーっていう、あ、なんかこう聴衆とつながれた感じがして受け取ってもらえたなっていうことが、まあごくたまにあるわけなんですけど、一生懸命やればで、まあそれで2割3割プレゼンだけで伝わるっていうのはもうほんとそんなもんだなと思うんですよね、実際には。でも3割ってでかいですよ、めちゃくちゃでかいと思う。たかなか言葉と映像をちょこっと加えたぐらいの話で、言いたいことの趣旨の3割受け取ってもらえたら、もうなんていうか相当な部分自分と相手で重なってるっていう感覚があって、まあそうなったらもうなんていうか仲間っていう感じがしますね。そしたらもうあとはさ、3割も重なって相手と共有できてるんだったら延々喋れて、まあその残りの7割が埋まるのに10年とかかかるんですけどあ、そういうことを言いたかったのねっていうのがもう分かる頃には次の次の次の研究ぐらいまで行ってるんですよねっていう感じですよ。で、伝えるって本当そういうレベルの話だなと思ったね。声の出し方、話し方、1+1がある、それも才能じゃないんだと思いますね。まあ、僕はその声優のスクールとか行ったことないし、話し方とかもまだ実際にトレーニングをやったことがあるわけじゃないんですけど、まあ実際その世の中にはスクールもありますし、ボイストレーニングっていう職業もあれば、ボイストレーニングってあれ本当に何ですかね、あのボーカルだけじゃないですよね。あの音楽の歌を歌うボーカルのボイストレーニングももちろんありますけど、それこそ講演家とかそういうご職業の人は、まあ、声の出し方間違ったらあっという間に喉潰しちゃうし、話し方の間をどうやって使うかとか、なんですかね、どんな言葉をチョイスするかもう その一部なんでしょうけど、1+1はまあ何種類もあるんでしょうね。数学とちょっと違うのは、あの数学は全世界で共通の、必ずこれは絶対こうだよねって正解があって、その一番最初のステップが数字として整数を定義して、整数の中に0があるという概念を持ち込んで、でそれを加算するっていうことに関して、こうどこに行っても必ず全世界で共通するものでこう論じるわけですけど、どうなんでしょうね、それ以外の数学以外のものに関しては基本的に 1+1 に該当するものってあるけど、そこまで明確な言語化ができていたりできていなかったり、できていたとしても何種類もあったりっていう感じなんじゃないですかね、と思ったりしますけど、でもまあそれなりになんかそれこそプレゼンの仕方みたいなのの勉強は結構10年ぐらいこだわってやりましたけど、なんかそのスライドの作り方見せ方みたいなのだけに趣向が走っちゃって、結局伝わることが大事なのにそれがおろそかになるとか、まあよく陥るで、なんかそういう落とし穴も大概ハマった、一通りハマりました僕はね、まああとはそのなんていうかその場のノリで流れるように喋るみたいなのも、あのそっちの方がかっこいいと思うみたいな感じで、セリフを作らずに、
ノリで喋るみたいなことも、まあ一時期やりつつ、でも結果それはそれで、落ち度があるというか、抜け落ちる、まあ、どうしてもスポイルしてしまうものがあるっていうね。でなんかだからその一通りいろんなこう方向でいろんな側面から伝えるって何なのかとか、なんでここまで伝えたいのかとか、マインドの部分まで含めてですけど、あのまあある種ずっと研究してるテーマの一つかもしれないですね、うん、それは一つの研究、一大研究テーマかもしれないです。でそしてユージンさんも多分その研究してるっていう言葉を当てはめてるかどうかは別なんですけど、まあ、やっぱりみんなそれなりにこう伝えたいって思ってる、何かしら思ってるから、それはなんかその、うん、僕は別にテキスト、伝え方のテキストをスキルとか持ってるわけじゃないけど、なんだろうね、まあいっぱい練習試合をあちこちでできたらいいなとは思いますよね。こうなんていうか、伝えようと思って真剣に取り組むけど、伝わらなくてもがっかりしないような環境とか場とかフィールドで、とにかく何度も反復練習してその練習自体を楽しめるような場所があった方がいいなっていう感じですかね。そういう目で僕は SNS そのものを捉えてるかもしれないですね、うん、でそこの反復練習がそもそも、まあ、あるいはその 媒体の例えば音声だけで伝えるっていう媒体もあれば、ライブ配信っていう媒体もあれば、収録して動画撮って編集をかけて演出をつけるっていう方法もあるわけですよね。で演出をつけるにはつけるで、そのじゃあズルなのかっていうとそうじゃなくて、どのような演出の方が伝わるかどうかを結構ロジカルに考えて、やっぱりスキルアップによなんていうかエネルギーを注ぎ込んだ人たちの動画っていうのは、まあその YouTube でもテレビでもたくさんあると思うんですけど、やっぱりそこにはなんかやっぱりセオリーがありますよね、一定の。でそのセオリーを少しでも自分で、取り入れられるものがないのかとかっていうのは勉強する価値はありますかね、うん、あんまりそのなんだろうな、言語化したことはないんですけど、そういう目で割と見てますね。ドラマであったりとか、あとは NHK スペシャルみたいな映像ものとかね、なんだろうな、ネットフリックスで僕がよく見るのはね、あのプラネットアースっていうね、あのそういうシリーズなんですけど、自然環境の変遷とか恐竜とかのなんか当時どういう生活をしていたのかとか、どういう自然界の出来事があって、その後こういう風に恐竜が死に絶えた後にこういうものが勃興するみたいなさ、あのストーリー性と科学的解説をすごく上手にミックスしていかないと、つまんなくなっちゃうんですよね。ただの科学的解説だけだと。だけどドラマティックに描けば嘘になっちゃうっていう、なんかそのそのミックスめっちゃむずいっていうのが科学者の常に持ち続ける悩みなんですよ。なんかそのサイエンスとして純粋に事実だけを伝えたいんだけど、それだけだと科学者同士でもつまんなくて飽きちゃうっていう、聞いてられないんですよ。だからなんだろうな、まあ論文を書くも伝えるの一手段ですけど、まあ本当に伝えるの種類とか手段とか受け取る相手のとか場がどういうふうに出来上がっているかとか、まあいろんな要素あるんですけど、結構なんかあの
研究しだしたらキリがなくて、その辺ね。でなんかその伝える自体を研究し始めたらそもそも伝えたいことがあるから、あの工夫したなはずなのに、伝えたいことがあるの方の、まあ本来の研究、気象学の方の研究ね、そっち以上にのめり込んでる節があるっていう、まあなんでしょうね、そういう時期も結構あったかな。まあだからなんかその、でただまあその2割共有して残りの8割諦めるっていうんじゃなくて、一発で分かる伝わるものに対して変に高く期待値を上げすぎないというか、自分で自分に対して無理をしないというか、でもゼロじゃないものをちゃんと伝えようという姿勢を示しつつ、それに対してこう反応してくれたりリスペクトを払ってくれたりする人にだけ続きを引き続きお見せしようと努力するっていうか、なんかそういう感じですかね。やっぱ積み上げでしか伝わるっていう結果は起こらないですね。現象として単発で一言文字で言いたいことを書きました、伝わってください、受け取ってください、読み取ってください、読解してください、伝わんないっつこれはこっちの分かってほしいんだけど、それは英語だなっていうね、その書いてあるんだから読んだら分かるじゃんってなっちゃうんだよね。だけど読んだら分かるけど、どういう意味か分かりません、どういう趣旨でどういう状況なのか、どういう意図なのかは何とでも前提次第で変わりうるから、そこはもっと知りたいですって多分相手はいろいろ思っているんですよ。そっか、それは前提共有してなかったなっていうことに後から気づかされたりとか、なんかそういうまあなんかその難しいんじゃなく、伝えるっていうことが難しいんじゃなくて、なんだろうな、相手のことを理解する、相手の前提を理解するとか、相手の状況とか、まあ同じ日本語であっても、いわゆるその共通言語として言葉の一つ一つの定義をどういうふうに捉えてるかとかって、ものすごくお互い曖昧な定義で言葉を使ってるものもあれば、相手はかっちりこういう定義であるっていう信念に基づいてある言葉を使っているけど、僕は全然違う意味で使ってたりとか、もうそんなことを無数に本当はあるのに、それを無視しちゃってる節があるんですよね。その伝えたじゃん、100言ったんだから分かってってなるけど、2割しか受け取らないってどういうことなんだって、まあたまに僕も思うわけです、思っちゃうことあるんですけど、まあ大体そういう時は僕が相手を理解してなかったがほとんどなんですよね。ああそういう意味なのねっていうか、そういう状況だったら俺が今それを言っても分かんないよねとか、そういう文脈でずっと今まで行動して価値観で生きてきたところに、いきなり僕が違う考え方を新しく提示したんだとしたら、例えば、まあ、研究とかだとそうですよね、新しく考え方とか価値観とか見方とか、まあ、客観的証拠は使うんだけど、文脈を違えて示そうとしてるから、例えば、まあ、研究論文とか出すと、まあ、査読って言ってですね、意見がつくわけです、この論文が世に公表する価値のあるものかどうかみたいな、その審査みたいなやつですね、例えば、まあ、そういうやり取りがあるんですけど、なんでそのままこう書いてあるし証拠もあるよねって俺が思っちゃうわけです、意見に対して。
なんでここ勘違いして取られたんだろうなみたいな感じ、全然伝わんねえけど書いてあることそのまま読んでどうしてそうなるみたいな感じに僕の感情は一瞬になるわけなんですよ。だけどどうやら、大概の場合はですね、まあ後から分かることが多いんですけど、相手は全然そのまあ詳しい知識としては詳しいんだけど全然こう別なこう価値観で文脈でものを見ていて、それとその延長線上にないことを僕が示していたりすると全然噛み合わないみたいなことが多々あるんですよね。で、まあ、それと結局、まあだから論文みたいな小難しい話だろうと、まあ、日常のお付き合いのレベルであっても、なんだろうな、まあ、あとはお仕事レベルのコミュニケーションの話であっても、まあ、あとはね、別にそれこそスポーツを、まあ、こういう風なチームにしてお互いやってこうねみたいな、そういう意思統一みたいなことも全部そのまあある種のプレゼンだとするとですね、だいたいその伝わんねえな、伝わった部分に関してはなんで2割伝わったのかっていうと、一応日本語だからですっていう話です。だから相手と僕が持ってる共通言語の一致度っていうか、日本語である以上はここは最低限重なるっていう、でほぼそれ2割ぐらい一致してお互い2割ぐらい共有できていれば日常生活こと足りて過ごしていけるんですよね多分ね。でまあルールが作られ最低限の部分に関してはルールが作られ、まあもうちょっとあやふやな、まあ、グレーゾーンみたいなものもマナーとして共有できちゃったりとかするっていう。でまあ個人的なお付き合いとしてこの辺までぐらいだったら共有できるねっていうのを徐々に相手のことを分かるに従って、一応言えば10を分かってくれる人だなみたいな人が徐々にこう増えていくっていう。でも一応言えば10を分かってくれるっていう言葉は多分そうじゃなくて、100持ってるうちの過去に散々こう何度も何度も30回40回50回伝えた過去があるんで、繰り返し伝えた50回の内容には必ずこのキーワードを使ってたよねっていう、それを一つ見つけてうまくこうそれのことをまた言いたいんだけどって言えば、ああまたあの話ねって向こうで勝手に引っ張りデータベースから引っ張り出してくれるっていうぐらいの話で、まあ本当だから一部のことしか結局お互いね伝わってはいないんですよね。まあだからその付き合いが長くなるとまあ価値観がぶつかって問題が起きる確率も高くなるんだけど、やっぱり積み上げて伝わって相手を理解するっていう部分に関しても財産としてこう増えていくんだと思うんですよね。それが結局伝わる、キーワードの話が古典落語につながるのが確かにそうかもしれないですね。古典落語はそうなんでしょうね。やっぱりそのクラシックなものって削ぎ落とされてずっとこうはるか昔の全然その時代背景が違う人の話なのに今の人が聞いても
情景が思い浮かぶってことはよほど削ぎ落とされてる、うん、もう完全にここだけは共通してみんな人間たるものこうだよねっていう、そういうストーリーだけに絞られていくんだと思うんですよね、古典ってね。でまあその、まあ、芸術としてこうなんていうか日本人ならこれわかるよねっていう古典に仕上があれば、まあ落語として生き残るわけなんですけど、まあ一個人でこうなんていうか、あ、おかげさんおはようございます。一個人の付き合いで、まあ僕と例えば家族とか僕と友人とか、まあ僕とサロンメンバーみたいなことであっても、そのやっぱり何度も繰り返し繰り返しこの人あのいろんな話をしても結局ここだけは繰り返し同じことを言うなっていうキーワードが、生き残っていって、あ、そこだけはもう間違いなく相手を誤解してないだろうなって、例えばあかねさんが思ってくださったり友人さんがこう掴んでくれて、その状態に至って初めて伝わっただと思うんですよ。で、まあ、伝わったものがやっと1っていう段階になってそのこうもう地道な財産の積み立てというかですね、だけど、まあ、積み立てが増えていけば増えていくほどこう後半結構その組み合わせて、意味がこう広がっていくフェーズが出てきて、まあ、いわゆるそのなんですか、金利に例えると複利ですねあかねさんが来たからあかねさんが来たからわざとちょっと寄せてみました花丸学習会のイベントで出かけてます。あ、そうなんですね、楽しそう。今から手術いいな、花丸学習会一回行ってみたいな。ちょうどやなおさんの動画をまた帰宅してくれます。いってらっしゃいませ、ありがとうございます。そう、なんか繰り返し繰り返し何度もこうしゃべって日常会話して、まあだから家族が一番それ多いですよね。あの何でもない話をこう日常ずっと繰り返してるけど、とにかく、まあ、何をするにしてもここだけはどうやらあの絶対に外さない言葉があったり行動があったり、表情があったり、そういうのをこう抜き出して確実な伝わった、お互い伝えたよ伝わったよ握ってるねというのがやっとこう一つできて、でちょっとずつちょっとずつ積み上がっていって、まあそれがこう組み合わせで後半にはやっぱり複利で聞いてくるから、あ、この人のこと深く分かってるなって状態になるにはやっぱりよっぽどの積み立てがとある程度の年月は必要なんでしょうね、うん。まあ、それを言うとやっぱり直くんと昨日話して思ったのは、あのやっぱ膨大だったんですよ、僕と直くんが喋ってる時間が振り返れば振り返るほどなんかあのオンラインミーティングでその辺で何回か喋りましたねのレベルをどう超えてたんですね。でなんだろうな、まあやっぱりそのお互いもともとの価値観が似てるとか境遇が似てるとか、あんまりそういうことは関係ないなと思いましたね。それはまるで違うものだらけだったので。でも走り革命理論を学ぶっていう意思があるみたいなのは、まあ、確かに共通できっかけの一つではあるけど、そう思っていた人は他にもたくさんいたわけで、だけどなんかその熱量が一緒だったんでしょうね。誰かのことをより深く知りたいっていう熱量というか、でその熱量が合う人同士でしか合わならないなっていうね思ったかな、うん。まあだから延々こう話して
たいなとお互い思っていたんでしょうし、話していられたし、いくら聞いても飽きなかったし、っていうね。でまあ膨大なもんだから理解が伝わったもののうちの伝わったという実感が得られるっていう瞬間がこう徐々に増えていくと、まあ途中ある一定の量まで伝わったなって実感が得られると、まあ、それがこう複利で時間が経つにつれて絆へと消化されていくっていうかなんかそういう感じだったかな。でもなんていうか自分の一部になっていくみたいな感じなんですよね、僕の感覚からすると。でまあ僕にはもうあのなんていうか大学生の時の何でもできるフィジカルと興味の広さみたいなのっていうのは僕の体にはないんだけど、なおくんを通じて、僕のものであるかのように感じられるみたいな錯覚を起こすんですけど、それがまた、なんていうか次またこう話を聞きたいなっていう欲求につながるっていうか、そんな感じでしたね。だからそのモードに入ったらもうお互いさ、伝えるとか伝わるとか理解するとか理解されるとか、そんなこと意識するレベルじゃないんですよね。もう完全にそのコミュニケーションが自走するっていうか、自分で勝手に走り出してる感じで、こう伝えればより分かってくれるんじゃないかとか1ミリも考えてないんですよとにかくなんか膨大な反復と往復とコミュニケーションを積み立てていて、それがね昨日1時間喋って改めてこうファクトを振り返った時にそれが出てたんじゃないかなと思いますね。ということでぜひ見てくださいっていうことで締めましょうか、はい、ということで皆さん今日は誰と笑いますでしょうか。皆さん今日も良き一日をお過ごしくださいませ。じゃあね、あの丸学習会のイベント俺も行きてえな、楽しそう、いってらっしゃい。